自民党県連は今日、県医師会の副会長で星総合病院理事長の星北斗さんに来年夏の参議院選挙への立候補を要請しました。県連によりますと、星さんは震災後、県民健康調査検討委員会の座長を務めてきたことや、新型コロナ感染拡大防止のため医療体制の備えに取り組んでいることなどから最適な候補者だと判断したということです。関係者の皆さんともですね、やはりこのしっかりとお話をさせていただいた上で、できるだけ早くお返事をさせていただきたい、そう思っています。星さんは立候補について前向きに考え、年内には態度を明らかにするということです。